まよりアアンン、ダーーーーサテティファイブキキクエシシビョ35歳以下の若手建築家による建築の展覧会、記念シンポジウムをいたします。私は建築っていうのはですね、デザインだと思いますけれども、そのデザインっていうのは非常に深い意味があって、これから人がどう生きていくのかということをデザインするんじゃないかと、こんんなふうに思うんです。まあ僕はクールジャパンっていう仕事やってたんで、世界に発信するって言うけど、実はめっちゃ下手です。 せっかくこんな大阪ドマなんだから、えー、皆さんの力でそういうのができたらいいなっていうのを、まあ、考えながら、ここに参加させていただきましたやはりこう地域に根ざしたこうプロデューサー的な人材っていう方が必ず必要になるんですね、普段からこう地域に入って活動されている若い建築家の皆さんであれば、ですね担っていただくことができるのかもしれません、ぜひ担っていただきたいなというふうに思っています。 まず今日お越しになっている皆さん方がですね一番もう大自線で活躍される頃に、まあ、こういう大きな新しい町全体がきたとして完成するということです。で今のテーマもそういうテーマですのでぜひあの皆さん方もですねその競争コークリエーションの中に入っていただいていろんな活動をしていただけたらなというふうに思います。 この、えー、まさに Under35、ね、ア Under、えーキテクツ・エキシビションについても、まさにアートの世界でございますので、まれ、あ、わとしてはです、ね、あのまあ、今までもそうでしたけども、これからもです、ね、この活動を、まあ、できる限りサポートしていきたいというふうに考えておりますシップホールでこう展示をされている、私は先ほど見せていただきました、本当にまあ素晴らしいこう若手の人のアイデアがあふ、えー、れた作品だったなというふうに思っております。 これからのです、ねえー、若手の建築家の方の、えー、今の頑張りが10年20年経っていくとですね、えー、日本の建築業界もですねなんか明るい兆しが、えー、出てくるような気がしてわくわく、えー、してますまあ建築の持つ、まあ、本質的なもの空間の持つこう本質的なものこれをやっぱりじっくりと考えて それをまあ実現していくということが大切なんではないかなというふうに感じています。本年の文化功労賞に伊藤豊先生のお名前が発表されました。誠におめでとうございます。えなんかこ,こんなのをいただいちゃうと、ああ俺も年だなと思って、まあなんかちょっと寂しくなりますね。ちょっと。 あの僕のような柄のものがいただくような賞じゃないと思ってたんですけど、えーはいえー、建築始めた頃は自分の建築がそういう自分の原風景と関係があるとは全く考えてなかったんですね、えー、でもあの今になって思うとお、まあ、そういうことがだんだんなんか自分の作る空間感覚に えー、結構関係してるのかなと思うようになりました。えー、しかもそのそれほど美しくない。諏訪湖、あるいは諏訪盆地。その中でも今こう記憶の中から蘇ってくる。風景っていうのは最上の風景が戻ってくるんですね、えー、非常によく晴れた日に限って、あの非常に。まあ温度差がより大きくなりますから。 えー、この朝日が昇る時にですねこの西側の湖面にあその朝もやが立つそこにこの湖面すれすれに虹が出るんですよ本当に小学生ながら素晴らしい風景として、えー、記憶に残っていますそれで、えー、ずっと後になって、えー、この1993年にそこに博物館を作りましたはい えーまあ、こんな小さな博物館で諏訪港の、まあ、歴史とか漁法とか、まあ、そういうことをテーマにしているあの博物館でなんか船ひっくり返したみたいだねってみんなに言われるんですけども、えー、本当はその水平虹時のように、えー、季節や時刻によってこのアルミの表面の色が変わっていくようなそういうことをやりたかったんですけども。 まあ建築って作っちゃうとそういう,もう形のないものが形になってしまうのでなかなか毎回うまくいかないんですけれども、はい、新宿の美術館で2006年だからもう10年以上前に展覧会をやった時の一部屋なんですけれども波打つ床を作ったんですねで、えー、たったこれだけのことで子どもはこの部屋入ったら必ず走り出すんですよ大人も必ずここに行ったら腰を下ろす だからちょっとこう自然を想,定あの想像させるようなことをやれば外にいるように人間は振る舞うわけですね。まあ、そういうことをいつも僕はやりたいと思っております。はいえー、とやっぱり我々特にアジアの人間にとっては人はもともと自然の部分なんだよとで建築も自然の一部分なんだよと。 で自然を愛しながらも自然を恐れて、えー、そして自然をあがめるという姿勢を失ったら、まあだめなんじゃないか、そのことを、えーえー、これからのどんな大きな開発においても、ぜひ実現していってほしいなという、まあ、そういう私からのメッセージで、レクチャーを終わらせていただきます。あありりががととううごござざいいいいままましししたたた皆様大きな拍手をお願いいたします伊藤先生 っとし、えー、2冊、えー、本出しました合計800ページあってかなりの体調であのこの20年ぐらいに考えてきたことを、まあ、まとめる機会をいただきました、まあ、あのこれまで、えー、考えてきたことがまとまった2冊なのでぜひ、えー、書店などで手に取っていただければと思います台風とかでこう流木が流れ着いたらあの建設が始まるとで材料がなくなったら途中で終わるという。 やっぱりこう建築っていうのはその場に向き合いながらそういうマテリアルを見ながらあのまあ自分たちの手でこう作っていくというまあ一つの原始的なやり方があるんじゃないかなと思ってまあ紹介しました本来なんかこうリビングとかダイニングの方があの主役なんだけど圧倒的にこういう場所が良くなってきてでもだからといってまあここのためにこの建築ができてるわけじゃなくってまあ全体でこの あの建築がいいものになってるんですけどまあこういうのを見ると本当にああ設計をまたこうやりたくなる。あの隣の敷地にホテル塔が建つっていうところであのまあそこの,あの森の樹木があのまあ切らなきゃいけないって状況があって全部ま移植してあのまあ昔水田になった時の水門も残ってるのでまその水門を使って あの水を引き込んで不動産と、えー、施工会社を自分たちで立ち上げてで、まあ、自ら自分たちでこう設計したものを、えー、自らせ、えー、運営をして実際使われたり頼まれている人の気持ちに本当にこう設計者があの運営をするしないと、まあ、運営のことも理解した上で設計できるようにならないんじゃないかなと思っていて。 今はそうやって、まあ、自分たちでこうあの、まあ、投資をしながらプロジェクトを立ち上げてやるというようなことをやってます。えっと今年は推薦、えっと、惑星というのが採,採用された初めての年で応募、えっと、者の方々は結構みんなあのパワフルな展示をしてくれてたと思います。えー、ですので、えっと、発言に関してもものすごく期待してまして。 えー、面白いディスカッションができるといいなと思ってますので、よろしくお願いします一つの賞をこうやって与えていくことで、あの一つの、まあ、みんなの励みになるのと同時に、あの僕たち上の世代の建築家も、まあ、それに見合った好評ができるように、今日をは楽しんでいきたいなと思っています我々も、えー、頑張りますが、えー、若い世代、えー、より、えー、明るい未来を作ってほしいなと思います。 僕実は建築家になる前車のデザイナーになりたくて、えー、愛知県の豊田市出身なので車のデザインしたかったんですけどいまだにできてませんけどだんだんそれに近づいてきたっていう、えー、感じで、まあ、建築家ってしつこいなっていう、えー、話ができればいいかなと思って今日は、えー、2つ持ってきました。 まあ、クラントさんのリクエストがちょっと変わってまして、えー、新築なんだけど新築じゃないようにしてほしいということで、えーまあ、ちょっとこういう荒っぽい、えー、材料を使ってます洋服とかと違って気に入らなかったら捨てるっていうのができないので、まあ、とにかく残ろうということで,、まあ、で残るからにはその骨をしっかり強くっていうことを考えて、えー、と歴史的なことを時代を新築の時から時間を埋め込もうと。 といいいうううここをを考えて、てうう建物を設計しています。最終的には遺跡みたいになった状態を想像するとしても最初からこう目的意識として遺跡みたいなものを作るっていうのはちょっとどっかで転倒してるようなところもあるじゃないですか。なのでまあ、やってる操作としては自分が最後決めてるんですけどあ,のあんまり恣意的にやってるつもりはなるべく自分を消そうとしてやってるつもりなんですけども。うん 多分一番興味が今あることっていうのは、えー、と人の知覚とか無意識みたいなものが僕らの空間認識にどういうふうに影響しているのか左の,左のイメージと、はい、その右との関係性をちょっと説明してもらえますかえと左がその興味のそれぞれのプロジェクトの興味のコアみたいになってるもののリファレンスなんですけど。 まあ例えば壁がこの黄色い色なのか光が黄色い光が当たっていて壁が黄色く照らされているのかこれっていうものの見方じゃなくてこれでもあっちでもありえるっていうのが同居してるっていうようなものを作りたかった。 えと私はですね今回展示している建築に限らず性的でこう完結した集合ではなくって動的でバラバラな集合というのに興味がありますでそれは建築を単体で完結させて作品と呼ぶことにすごく違和感を感じているからですでもっと街を巻き込むことによってそういう開放感が身体的な快楽と直接結びついてもいいのではというふうに感じています作品って呼ぶことに違和感があるって言ったけども 建築が建築として完結していることはあ,のあれだとしてもそれはそれでまた一つの作品としてまた別の見え方というか一つのくくりとして見えることをそんなに否定しなくてもいいんじゃないかって僕なんかは思ったんだけどその敷地の中が全部という建築で全体性を取り持つというよりはその町の中の部分を作っていくような意識を持ちたいということがあるのでまあそのあたりかなと思います。 これ2号店の中に何が入るのかというと、まあ、宿と出版社の編集室とキオスクをあのローコストで作るというようなプロジェクトでカタログから何か製品を選んで取り付けるというような方法ではない方法なんかこの半島だからできるという建築の作り方はないかということを模索しました。 まあこういうプロジェクトをやっていますということをあの紹介しながら街歩きをしているとあのいろんなまあ見えざる資源というかものにアクセスすることができて例えばあの石材業の端材で出る木っぱ石と呼ばれる石だったりとかあの道に落ちてるサボテンとかあと解体される予定の郵便局の窓や海からは壊れた怒りとかそういうものが素材としてて採集できています311以後の,あのまあ集落にフィールドワーク行って。 やってきたような世代がこうやってなるほど久地ではないんだけど周辺環境風景いろんな生態系まで読み取って非常に細やかな設計をするっていうのがこういうふうに出てくるんだっていう意味で非常に納得というかある流れを感じたんですね。 でのの作り方もこうなぜそのものがここにどうやってあるのかということがなるべく理解できるような、まあ、ボルトだったりだとか木の組み方だったりだとか設備の付け方だったりだとかということをやっています家具なんかも同様のやり方でやっていますでこの地域周りにあのあのこういった生垣がが多くある地域で、まあ、そういったものがあることを背景にして1階をこう開いていくことで えと地域とととがっていくといくうことに取りり組んだもものでもあります手仕事とか DIY 的なあのニュアンスを持ちながらもだんだんすきア化していくっていうようなことに関して、まあ、どう考えてるかってちょっと聞いてみたいなって。っていうことが分かるとかダウンライトがこう露出してついていると、まあ、こういうところからこう配線を通って電気が来てるんだなみたいなことが理解できるっていう状況を作っておくと。 そのまあ、生活ってこうどんどん変わっていくものだと思うのでそういった時にこうなんていうか住んでいる人のリテラシーが高い方が細やかにあの建物をこう改造していけるっていうような実感があってなのでまあそういうために基本的にはあのディテールを考えているというのはあります建築を開催します。 デデデデこの4つのその香りの要素とあの計画とはあんま関係ないんですか、はい、計画 ?4 つの要素はどこの場所でもいいんですけれどもどこの場所も想像させないようなプランを用意しましたえ例えばシーサイドっていうのはどこにどう表されるんですか 自分で想像をしてもらうそのために空間やプランというのはできるだけあの影響のないだ何,何をもとに作られたか分からないような、えー、プランと素材を選びにしていますだから何プログラムプログラムっていうか何自分たちが考えたことと空間デザインが合ってないでしょうってことを言ってるの全然分かんなかったからその質問です いないかどうかを聞いて、いや、あ、あの、意識的に関連付いてないっていう答えだったので、別に明快な答えだったのかなと。思ったんですけど。かつて、輪船が経流されただろう、海側の一角に風呂を浮かべました。最大の課題は、バリアフリー化の条例と外観を変更してはいけないという景観条例との間の矛盾でした。 もろもろの制度や価値観というものを無条件に受け入れずに、まあ、合理的、倫理的、総合的に、えー、物事を再構築していく。そういう態度が建築,には建築家には必要だと考えております。あの保存,保存修復をしたんですよね。あ、そうです。そうです。保存修復をしたんです。これぞ見ておけよ、お前らみたいなやつを教えてほしい。あ、<ん>これぞ船屋ですね。<laughs> ごめん、ね、ちょっと質問の人が分かってないですい、うん、全然、うん、あのほら電建地区にある保存修復って、ええ、なかなかそのあ、はい、新たなものを入れれないじゃないですか、ええ、でもともとの復元をやることを多分京大さんはそれ以外にやられた節があるはずなんですけどそれが何なのかっていまあ,あの分かりやすく言うとファサード保存批判なわけですよ、うん、っていうことです 分かりやすくって自分で言うなっていうかすげえ分かりにくいですね後ほどディスカッションはいはい、はい、それではこれより本日第2部シンポジウムの代論みディスカッションを始めさせていただきますまあ初めてかもしれないけどちゃんと何か考えながらあの聞けたなと思ったんですけどあのどういう建物を まあ今やってるのかとか、まあ、どういう思想でそのこれからやっていきたいのかっていうところをももうちょっと教えてもらえますか今やっているあのプロジェクトは、まあ、住宅の案件とあとレストランがもう少しで始まりそうなのとあとスパの施設をやっていて、まあ、インスタレーションとかあまりないんですけれどもあのそういったプロジェクトをやってますてどういうふうにやってるかというとやっぱりあの建築は建築であってほしいというの思いがあって。 コンセプトをイメージした建築とかではなくて、えー、と素材とそのリズムから始まる建築なのでやっぱ素材をしっかりまあ特にその横国チームはまあ何かそのチームって言うとあれだけどまあ結局その地域のコンテクストから建物を作るってすごい正義だなと思うんですよね。なんか別ににそこに誰もなんか悪いといいとう必要性さえない なんか状態からスタートしていていでも建築をやっぱりなんか作るっていう時ってあのなんかちゃんといい意味でのたくらみがそこにはなんか必要だなと僕は思っていてなんかただ単にこの地域を読んだからこうなってすごくなんか幸せで豊かな環境になりましたっていうだけじゃないものがなんか本当はいるんじゃないかなと思っててなんかそういう部分のをなんかもう少しこう聞かせてほしいなというか。 さっきあのくくられておりましたが、まあ、やっぱこの2組と私はまあ自分で言うの変ですけど、まあ、ちょっと違うかなっていう気もしていて、まあ、私はやっぱりあのその建築がこう立ち現れる時のパワーっていうのをすごく信じたいと思って。 いるのでやっぱりその立ち現れ方っていうのにすごく意識的でありたいという思いもあるし、まあ、構造がそもそも好きだということもあって、まあ、このようなあの建築を作っておるところです。てかコンテクストを大事にするのって建築やる上で当然だと思っててでその辺はしゃべろうと思えば別にいくらでもしゃべれるしだけどあの、えー、と十嵐さんがおっしゃってた「できたもの勝負」。 っってていうととこころろにすすごくあの僕も共感するところがあってなので、まあ、この限られた時間の中に話すんであればやっぱりその、まあ、作るっていう態度で建築をやってる以上はその出来上がったものの話をしたいっていうふうに思ったっていうのでそのカテゴリー分けはなんかちょっとあんまりわからないかったです。 明快にその自分の糸通りにこう機能するとかあのま街の中でそういう風な存在になるとかそう意識されるとかってわからないじゃないですか、はい、その未知の部分っていうのをどう考えるかっていうことに対してのスタンスだと思っていてで問題はまあ既存の価値観の何を壊したいと思っているかっていうかまあ、何を新しくしたいと思ってるかってとこは結構重要だと思ってて例えばあの オリジャッティがああいう独立した建物を作りたがるのもやっぱそのヨーロッパのコンテクストがあっての上だと思うんですね。で,でそういうような,あのなんかメッセージがこうはっきり見えるようなものと謎めて理解できないものが、まあ、僕はちょっと興味があって、まあ、そういう意味で、まああのたまあ、さっき聞いた高杉さんという話さんのものとあと、まあ、中川さん。 のやつがまあいいかなって,いううに思ってますやっぱりなんか人に対する眼差しという点ではでそれがこう建築に表れてるというところではあ中川さんのと4 0んのは、まあ、手法はだいぶ違うんですけれども、あのー、なんかそ,それはやっぱり気になりますね。 でもやっぱりその人間っていつまでも同じ人間であり続けるわけじゃなくて進化すると思うんです人間も。でその時に何かそのなある種の感覚的な部分というか動物的な部分がこう入り込んできたり無意識みたいなものと意識がこう、まあ、AI とかできてくるともっとまだあると思うしそこを新しく発見している建築がいいと思っていて、まあ、あんだけこう小っちゃい建物で。 まあ、あんな条件だとこれぐらいしかできませんでしたって多分言う人がたくさんいるような条件の中でよくもあんなふうにいろんなところに隙間を見つけてあ,の、まあ、ある種の感覚でこう見つけていきながらそれを論理的に組み立てていくっていうところではまあいい意味でも悪い意味でも、まあ、僕らとかもうちょっと上の世代の建築家も含めてある種の,その共通の建築の作り方の基盤に乗っているとは思うけれども。 まあ確実に何か新しい感覚的なものを提示しているという意味で中川さんに金賞をあげたいと思います。はい。中川さんに決まったということでおめでとうございます、はいはい。皆さん大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます、はい。おめでとうございます。えっとああのこのようなあの賞をいただきましてあの大変嬉しく思っております。 どううもありがとうございました、はい、皆様、再度大きな拍手をお願いいたしますやっぱりあのもう一回、二次席的な建築を越えて、どうやってあの自然と人間との関係を回復できるだろうかっていうのは、僕にとって大きなテーマで、例えば、まあ、断熱材がないから、ものすごい寒いとか。 そういうい話にすすぐ行き当たりますよねその時にじゃあ断熱材をしっかり入れてじゃあ窓もアルミサッシに変えてとかってそういうリノベーションは面白くないと思ってるんんですようん、結局その西欧的な概念にそれを変ってってしまうことだからそうじゃなくてあのどうやってその昔の良さを生かしつつあの かつ新しいものを昔に変えるんじゃなくて新しいものにしていくかっていうことをそれはものすごく面白いテーマだと思っているんですね。あのこのちょっと図面だと 見づらいんですがこの広間のところに頂い,いてきた木っ端石をあの床暖房の上に敷き詰めてあのあの床の石の蓄熱で部屋を温めようとかあと窓をちょっともうちょっとこう開口部のところの,あの竹内さんとかやってらっしゃることだと思うんですけど話を聞きに行ってあの断熱とかをあの徐々に作り変えていくっていうようなことをやろうとしています私たちの,あのノーツというカフェも全てを見せていて例えばあの。 吊り下ががってているパネルが柔らかく吸音フォームなので、まあ、ちょっとそこは音が少ないとかその素材が持つ特性をそのまま使ってあげて出てきたあの現象であればあの寒くてもまあ快適快適とは言えないんですけどもそういうのが分かる建築がいいなと思っていてちょっと今一つ盛り上がりに欠けるから <laughs> あのちょっと一言ずつ皆さんに。 今日のプロジェクトとは関係なくてもいいのでうん、うん、これから俺はこんな建築作りたいんだよっていうのを一言で言ってもらえますか <laughs> で今日共感したのがその,、えっと、その杉瓶里さんと服部ンクだったのでのと自分としてはこう日本的なものをやりたいと思ってずっとや,や,やってるんですけどあの共感する方向先にやっぱりヨーロッパっていう歴史があの 目の前にあるなということを感じましたね。かつてそのおせっさんにこう改善できるから不便だと思わないっていうことを言われたことがあって、まあ、その改善できるっていうその知恵を引き出すような建築っていうのはそのあらかじめ全てを用意している建築よりもこう自創的で時に強いんじゃないかっていうのをその時に気づかされたことがありまして、まあ、そういう建築を考えたいなと思います。 伊藤先生にはおととしより本店に出店している若手建築家から1名を選出いただき伊藤賞が贈られますそして本年より伊藤先生がデザインされたトロフィーが贈られることとなりました底面にプレートのほど化され丸に木工さんの制作技術も存分に生かされた大変美しいトロフィーでございますさっきあの平沼さんから。 先週と同じものを選ぶなよって言われたんだけどもそうは言われても僕はやっぱり中川さんを選びますはい、うん、それはあの江戸川のあんな狭いところであのあれだけ密度の濃い建築を作るっていうことに本当に僕感心しました、うん、あれはやっぱりあのファサードなんて外で 外階段がただだついてるだけででしょそれで普通僕がやってもあんな階段できないですよあれ本当にあのファサードを見てすごい涙が出るぐらいこんなことができるんだあの小さなおそらくローコススの建築でこんなことができるんだってのはもう本当俺はもっと頑張らないといけないなと思いました今日。 はい、おめでとうございます。Under 35 a ー c h i t e c t テ Mission ティィ2018。スス伊藤商は中川様です。おめでとうございます。いいよね。<laughs> そういうことで。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。うちの事務所はえっと模型を使ったスタディをすごくあのやっていまして、模型を使っているからこそこうできる建築っていうのを考えたいと思ってやっています。 それはあの当然、私1人であの寮の模型を作っているわけではなく、まあ、スタッフの協力やお施っさんだったりさまざ、あ、まな方の協力があってやっていることなので、まあ、私以上に多分その関係者の方が喜んでくださるであろうと思って、まあ、この受賞をすごく喜んでおりまます。どううもありがとうございいいしした。た、はい、皆様再度大きな拍手をお願いいたします。